動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。ゾイドワイルドインフィニティブラスト、天上天下を遊び尽くすゾイドワイルドインフィニティブラストやっていきましょう。ワニ、カメ、勝つのはどっちだ。はい、じゃあクエストやっていきましょう。早速ですね。なんだっけ、前やる前にクエストをやる前になんか改造をやるとかなんか言ってたっけ。わからん、忘れた。だいたいそんな感じだ。第4章ですね。今日はどのクエストに行くのかしら。前回なんだっけ、第4章でコマンドウルフを手に入れて、コマンドウルフ AC を手に入れて、でガトリングウルフがガトリングウルフがラインナップされてないっていう衝撃の事実に気づいて、最後なんかいろいろと言ってたんです。そっか、ガトリングウルフダメなのかダメなのかっていうわけじゃない。なんだろうね、なんかなんとかしてこのガトリングウルフをプレイヤブルにしてほしいところはありますよね。今もう、でももう無理かな。期待するとしたらまた次回作かな。じゃあやっていきましょう。守れ、ニック機情報源というわけでですね、相手ゾイドを撃破と、ファングタイガー近接タイプですね。ニック機情報源、守れ、もしかして、あ、ゲルとか、ゲルを捉えているから、それを奪い返そうとしてるのかな。今日はこのクエストを受けるんだね。じゃあガブリライガーって。さあ行くわよ。ガブリガブガブしちゃうよっつって、ガブガブしちゃうわよっつって。でいいのかな。警報、しまった、ゼクターの襲撃だわ。ゲルトを先に抑えられたら終わりよ。奪還、いや口封じですかね。まあそんなものでしょう。計画の成就を目にすることができないのは残念です。おや、自分が消されると分かっていてこの余裕っていう。情報源を奪われちゃ困るのよ。不本意だけどあなたは私たちが守るわ。さあこっちへ。ゾイドの相手はお願い。わかりました。ね、同じゲルトのよしみなんで。Gゲルト、ほんとね、Gゲルトと、この隣のね、ゲルトとね、Gゲルトっていうね、この名字。なんでここかぶっちゃったかなーってちょっと思う。なんか親戚かなんかっぽい感じはするよね。ただそのゲルト部分が似てるだけっていう。ああ、そういえばなんだっけ、タカラトミーモール限定で販売されてた、ファングタイガー。あと、ディアス専用。あ、しまった。すげえ油断してた。まあいいや。にゃーん、にゃーん。いや、さて、あ、そう。わ、強っ。ドリル。ああ、そうか。あれつけてる。まだ行くよ。トラニー、ドン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 。もうちょっと。もっと、もっと。うわー。ダメ。全然削れない。ダークマター。さらに行く。にゃーん。そして撃つ。ダメでした。火炎、いけ。さあ
ガブチャエってね、なんだっけ、ファングタイガー誰専用だったっけ、タカラトインモールでね、専用のねファングタイガー、あれ予約とっくに過ぎてたんだよね。前回、あれ欲しいなって言った後に調べたら、まあ限定販売って言ってたもんね。で今プロトタイプの、あっ飛んだ、飛ぶね、プロトタイプのビーストライガーが販売されてる。あーあー、にゃーん、まだ大丈夫、きつ、うそ、まだ余裕あったのに、いや余裕があったと思っていたのは俺だけだったか、くそ、許さないにゃーん、やーライフワイルドライガーどうしよっかな。いやまあプロトタイプもね、まあいい子いっちゃいいんだけど、個人的にはやっぱりファングタイガー、あれをちょっと流したのは残念だったかな。ベーン、あっドリルが残ってた。ドリルですわ。これで決める。ガン。アルドリッチだ。アルドリッチ専用、ファングタイガー。そうだよ。リッ。いやー受注期間、受注販売だったからさ、うっそ、もらえないの、武器もらえないって、武器くれないって、いいトライ、武器くれないのはひどいわ、にゃーん、あまたまたサイドステップだ、もうサイドステップ嫌い、サイドステップやろうなんて嫌いだ。あー押し負けた。あそ、あれ結構浮くんだけど、ここに繋げられないのかなって思ってるんだけど、繋げてほしいかにゃーん。来た。またまた、あしまった。あードリル、ドリル、ドリルは痛いにゃー。さらにここでどうだ、いけるか、いけるか、決めれるか、うーん、足りない、あいた、やばい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 、にゃんされる、あれが、あれがもうちょっと届いていれば、もうちょっと届いていればにゃーんできた、よし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 、さらに、あーできる、あーうちのにゃーんじゃない、ドリルが来て、で反撃に移す、ガブガブ燃やせ燃やせ、火炎放射のこの使いどころがちょっと、あーあー、あぶねー、死んだかと思った、爆発するね、にゃーん、
よし、今度は今度は難なく勝ったぞ。猫さんですね。猫と和解せよ。さあ猫と和解せよ。ファイナルラウンド、ま、あまだファイナルラウンド残った。くそー、すっかり勝った気でいい。あー早速ワイルド、ワイルドになってる。ダメだよ、ワイルドになってダメだよ。さあニコン、あーダメだ、いいね、にゃー、あ、しまった、おー危ねえ、持ちこたえた、やったぜ。あ、あ、燃やせあ、くそ、ファイナルブラストで決めたかったなと思ったんだけど。久々にピオラスか、いいぞ、やったぜ、これで武器手に入れたぜ。レールガンね、とあるゾイドのレールガンってね。おお、前回アイテムで、いやあなた方に守られてみるのもいいものですね。定期的に命を狙われてみるのも一興だ。いやいやいや、定期的に命に狙われて、命を狙われてみるのもって、あんたそれでいいのかい。ふざけるのも大概にしなさい。私たちはゼア様の居場所が知りたいでしょう。いいですよ、教えます。素直。何ですか、不思議そうな顔をして。別に言うなとは言われてませんからね。言って私の代わりに目の当たりにしてきてください。あれの復活の瞬間を。そうすればゼア様の思い描くものが理解できますよ。あれ、ついに来ましたね、あれ。いや楽しみ。今日はどのクエストに行くのかしら。さあ、緊急クエストなんですけども、これクリア済みですね。どうしよっか、クリア済みだからな、いっか、ほっとこ帝国の破壊竜帝国の破壊竜をいいや、ほっとこうでいいや、ほっとこうの一言で済ます。始まりの地、再び、アイアンコングですね。ワイルドアクションを使用しない、相手ゾイドを撃破する。このクエストに行くのね。ですね、どうしよっかな、このまま改造で行っちゃってもいいんだけど、まだあと2体ほどね埋まってないんです。あーどうしよう、 AC まだ使ってないな、使ってないのが赤ゴリラ、赤ゴリラ確か使ってない、あ、使ったのか、赤ゴリラやったと思うんですよね。でリメパルサーも使って、パルサー使ってなかった、ステゴゲージは使った、牛さんどうだった、牛も使ったな、スコーピアは使った、ここら辺全部使ったんだよね確か。いや、クソック、クソックはまだだったっけ。でここら辺使ってないのは多分 AC とライジングライガー IB だけだ。
そうだな、 AC 使ってみましょうか。コマンドウルフノーマルは使ったっけ。ノーマルもまだか。さあ戻ってきたな。すべてのことの発端、アダマン領域。キッドゼクターはゲルトが本拠地の場所を伝えた前提で私たちを待ち構えてる。予定調和かよ。これ以降いつ総力戦になってもおかしくないわ。と早速お出迎えね。戦闘は最小限、一気に目的の座標を目指しなさい。そう、一丸となって突撃をするのだっつってね。はい、というわけで、コマンドウルフ AC ですね。はいはい、ですね、バトル丸々取れてなかったですね。ちょっとね、パソコンの画面とテレビ画面で見てたんですよ。で、テレビ画面の方、パソコン、今、パソコンで、ゲームの動画を撮ってるんですけども、接続の関係上、ちょっと遅延してしまうので、で、テレビ画面を見ながら、こう、プレイしてたんですけども、パソコンの方がね止まってるっていうのね、バトル開始前で止まってるっていう、ね、気づけなくてね、やり直しです。まあ武器も取れてないから、ワイルドアクションしようね。武器も取れてないからね、リトライしていきましょう。で、仕様はですね、このコマンドウルフ君 AC ですね。で、アイアンコング。で、ワイルドアクションを使用しないで勝つということ。つまり、こういうことです。ただひたすらに強攻撃を繰り返す。ああ!取り逃した分はですね、結構ですね、このゴリラ君がそういった攻撃はあんまりしてこなかったですね。今回ちょっとやっぱり学習したのか攻撃に転じてますね。ああ痛い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 、ノーマルでもいけたんだ、違う、あケオされた。ワイルドアクションを使用しない。ですね。ラインドツー、ファイト。じゃ通常コンボのみで戦っていけっていうことか。とはいえ、あっと、つなげ方がいまいちわからない。ああゴリラがマッスルマッスル。すべては分厚い。ああゴリラ、やめろゴリラ。すべては分厚いマス。ああやめなさいゴリラ。反撃をするんじゃない、攻撃をするんじゃない。ああミサイルを飛ばすんじゃない。持ちこたえたぞ。ミサイルを飛ばすのはやめなさい。いやゴリラだろ、持ちこたえんな。持ちこたえんなっていう言い方も変。ゴリラなりのゴリラ戦法で戦ってるわけです。くそ、コンボがないからね AC は。はい勝ちました。ファイナルラウンドファイト。ずるいぞゴリラくんは。地味な戦いが続きますね。なんとか何あれを食らわない、痛い、あれを食らわないようにした
ファイナルブラストを食らわないようになる。後ろヒットやったぜ。逃げるゴリラを追うウルフ。あー、この地味なんだよ互いにそんなコンボも持ってない。だって AC 最大で2発だもん。 AC でコンボつなげ、ドノーマルでコンボつなげることできんのかな。いや、できる、できはするだろうけど、はい、クリアいたしました。いや、元気ですね。C、 お前が条件出したんだ C。 今回のミッションはこれよ。はい、たとえ誰であろうとも。デススティンガーがいるんですけど、まだまだ仲間にはなってくれない。ロケット、後ろのあれか、すげえのついてる。今日はこのクエストを受けるのね。じゃあゾイド変更していきましょう。さすがにデススティンガー相手だと AC だと、コマンドウルフ AC だと分が悪いかなとは思う。サソリ、サソリ対決やっちゃう。どうかな、一回サソリ対決やりましょうかこの新旧サソリ対決。ゼクター本拠地らしき洞窟が見つかった。ゲルタのやつ、本当の座標を言ったのね。いいやつだね。いいやつじゃないけど、ここから先立ちはだかるのがたとえ誰であろうとも、全てを打ち倒して進むのよ。準備はいい？突入開始。まあゲルトにとって、ゲルトにとったらこういう事態でも別に、ゼクターは壊滅、ゼクターを壊滅させることはできないっていう自信の表れなんでしょうね。やっぱりあれが控えてるからかな。さあ新旧サソリ対決です。ドノーマルのスコーピアがこの惑星 Z 最強のサソリに挑む。見ても登場の仕方で違うもん。ちっちゃいちっちゃい、攻撃力もちっちゃい。おっと、毒ヒットをやったぜ。毒は食らうぜ、毒は効く、効くぜって。一撃でこれかよ。一撃でこれってひどくない？よし。うわっ。一発でこれって。くそ、ちょっと動くだけでもう距離が届かん。攻撃が届かなくなる。なんとか頑張って。あんまり攻撃に転じてこないね。それがチャンス、それがチャンス。さあ毒を食らえ。レジェンドブラスト来ましたね。来ましたよレジェンドブラスト。地に潜ってもガードが固い。できれば来た。そう、あと少しで勝てたのに。あと少しでファイナルブラストを打ち込めばすっきり勝てたのに。あれは奇襲技だから。あっ、くそ、ガードしても結構減るな。やっぱり
おお、危ない。あんまり攻撃してこないのがあれだよね、救いだよね。あっ、イエス。あー、しまった。潜れ、レジェンドブラストをキャンセル。ここでワイルドブラスト、さらにファイナルブラストで決まるか。一人でもダメなら二人で頑張る、それがスコーピアの戦いさ。残った。嘘でしょ、ちょっと待って。あぶねー、こわ。ファイナルラウンド、ファイト。あっと、危ない。うわ、すげえ、すごい。うわ、すごい突き放される。やっぱガタイが小さいからかな、すごい吹っ飛ばされた感があるんだけど。あー、入んない。ガードが硬い、やっぱりガードが硬いぞ。ガードを崩せ。よしよし、あっあっ、そう、油断すると一発で持ってかれるからな。あっ、まだいける。よし、こいつがあんま攻撃に転じてこないのが救いだな。あっ、あ、待って、あー、くそー、下克上とはならず。いやー、さすがにやっぱドノーマルでは厳しいので。今回のミッションはこれよ。どうしよっかな。今日はこのクエストを受けるのね。どうしよっかな。うん、時間もそろそろかな。うん、いや、ですね、これ次回に持ち込みます。あ、持ち越します。そんで次回ですね、このクエストに行くのね。再びスコーピアで挑むんですけども、スコーピアで挑む前にスコーピアを改造して挑んでいきたいと思います。というわけでですね、今回はこの辺で終了したいと思います。ですね、ちょっとまあ、あの録画上トラブルがあったので、そこら辺がなければもうちょっとやれたかなとは思うんですけどもね。じゃあ次回スコーピアを改造して再び、新旧サソリ対決やっていきたいと思います。それではまた次回、バイバイ。